さあ皆さんこんにちは。本日もポケットモンスタースカーレットバイオレットをやってきましょうか。そして気づけばポケモンセンター25周年を迎えました。なんかそう思うとすごい感慨深いですね。さあそういったところでかなりの盛り上がりを見せているポケモン界隈、皆さんはポケモンセンターには足を運びましたかどうでしょうか。ポケモンセンター大阪だったりとか、ポケモンセンターメガ東京だったりとか、様々なところにポケモンセンターございますが、ただどの拠点でもですね、なんと特別なピカチュウをですね今ゲットできるキャンペーンが開催されておりますので、もし気になる方は他の動画でも取り上げたんですが、ぜひこちら調べていっていただければと思います。いやーけどね、特別なピカチュウはマジで特別なピカチュウだったから、まあできればゲットしておきたいところですね。さあそういったところで今日もトピックスを紹介していきましょうか。で今ですねポケモンコラボがトレンドに入っていてかなりの盛り上がりを見せていると、でこういった形で様々なところでポケモンコラボが今開催されていますね。例えばお菓子だったりとかプロ野球だったりとか、なんかすごいことになってますね。大型アップデートでポケモンコラボするみたいになってる、それはそれで気になるんだがまあ確かにね、なんか大型アップデートポケモンコラボポケモンフラッペって書かれてるけど、別に大型アップデートがあるわけではなくてポケモンコラボが様々なところでなされていると、まあそういった形になってますね。で特にですね今かなり熱いのがこちらかな、なんとファミリーマートでポケモンコラボのフラッペが販売されてるみたい。そうなのみたいな感じなんだけど、フラッペか。けどですねフラッペに関しては夏にやはり食べたくなりますよね。まあこういったところで本日4月25日火曜日よりポケモンフラッペが新登場と、でフレーバーとしましてはこちらの3種類があるみたい。マスカット、イチゴ、ラムネか。まあパッと見だとねラムネが一番人気になるんじゃないかなと思ってんだけど、どうでしょうか。時点でマスカットかな。やっぱり暑い時に食べたいっていうニーズがあると思うから、この中では多分ね一番スッキリするラムネが一番人気じゃないか。まあちょっとそこについては何とも言えないところではありますが、こういったですねキャンペーンも今なされております。まあそういったところで結構ポケモンも今話題がはびこってますね。で具体的なビジュアルはこんな感じみたいですね。はい、まあだんだん暑くなってきたのでぜひ皆さん食べましょう。であとはですねポケットモンスタースカーレットバイオレット星7の黒い結晶のテラレードバトルに最強のインテリオンが襲来決定と、氷タイプで強力なポケモンだよというところで、こちらの情報がようやく公式から出てきました。でこちらに関してはですね別途取り上げたと思うんですが、4月28日から最強のテラレードバトルイベント開始となってます。ただ一方で世間の評価はですねあまりよろしくなくてなんか見た目がちょっと気に入らないとか、御三家の中で一番嫌いだとか、さすがにこれは嬉しくないとか、なんか様々なことがそこら中で言われておりますが、皆さんどうでしょうかね。他のポケモンと比べるとなんかちょっとなーっていう評価が結構占めてますねどうなんだろう、インテレオンってそんなに人気ないのか。ただ結構ね今レビューとかいろいろ見てると不評な意見が目立ってますね。なんじゃいこれみたいな。まあその一方で嬉しいって思ってる方もいるみたいですが、ただやっぱり他のポケモンと比べるとちょっと人気が劣ってしまうのかなというところですね。まあそんな感じでございます。じゃあこのねインテレオンはどう対策すればいいのかっていうところですよ。でこちらに関してはですね別途他の動画でも取り上げていこうと思っております。で今のところはマリルリがいいんじゃないかということが言われてますね。貝殻の鈴持ちのマリルリで、アクアブレイクと腹太鼓じゃれつくと忘れっていうところで、またまた鉄板ではあるもののこの構成がいいんじゃないかということが一般的に言われてます。まあこちらに関してはですねまた別途他の動画で語っていこうと思っておりますので、ぜひまた動画を見ていただければと思います。ただ結局なんか最強テラレードバトルってさやってみて思うんだけど、
結局なんかワンパンじゃないと逆に時間がかかってしまって、かつ失敗率も高くなってしまったりとか、あとポケモン自体が硬化してしまうからさ、だから単純に、体力を削りまくればそれで終わりってゲームじゃないからさ、ちょっとそこのところがねめんどくさいところではあるよね。まあ他のゲームとかであれば体力削りまくればそれでねクリアみたいな側面が大きいんですが、ただこの最強テラレイドに関してはそういったわけにはいかないからね。まあそういった形になっていると、いやーけど早く来てほしいねこのインテレオも。まあこの動画出る頃には多分ねすぐ出てくることになると思いますが、であとはですね、様々なところで今ですねゴールデンウィーク前っていうところでミライドンやゴライドンの限定配布が行われていると。で至るところで行われていて、持ち物がマスターボールであったりとか、あとミライドン、あとはこちら、あ違うミライドン、そしてゴライドン両方ともあげますよっていう方がね結構いらっしゃるみたい。なのでこういった限定配布なども今なされておりますので、もし興味ある方はですねツイッターをご覧いただいて応募してみてはどうでしょうか。ただかなりの数が今やってますよね。まあゴールデンウィーク前っていうのもあって、まあ盛り上がりを見せてるって感じでしょうか。であとですね、さっきポケモンセンターの話題をちらっと触れたと思うんですが、そこに付随する内容をやっていきましょうか。で今回ですねピカチュウが限定配布されると、で特別なピカチュウになっておりまして、でこの特別なピカチュウとは具体的にどう特別なのかっていうところなんですが、本来覚えない技を覚えているっていうところも大きいんですけど、それ以上にですね、なんと最大サイズ最小サイズいずれかのピカチュウがもらえるみたい。でなんとねこちらの出現率は 0.006% となっておりますので、まあこれはかなりありがたい内容なのかなと思います。なんか最大最小と聞くとモンスターハンターみたいな感じがするんですが、一応ですねこちら確定で最大ないしは最小となっておりますから、まあこれをね例えば自力でゲットしようと思ったら相当大変なので、それこそ色違い並みに大変というか、色違いより大変か色違いって結局なんか厳選だったりとかある程度条件絞れば結構簡単にいけますからね。ただサイズってさ結構難しくて、最大とか最小とかそういったところを考えると相当レアなピカチュウになっているのかなと思いました。なのでお時間ある方はですね、ぜひそういった意味でもゴールデンウィーク中にポケモンセンターに足を運ばれてみてはどうでしょうか。だってゴールデンウィークって結局どうなんだろうね、なんだろう、4年ぶりのゴールデンウィークか、多分4年ぶりですよね。まあこれどういうことかというとコロナ明け4年ぶりなんですよ。で2019年のゴールデンウィークを最後に、2020、2021、2022はねまあ実質自粛期間みたいな行動規制みたいなものがかかっていたので、今回2023年4年ぶりにようやく規制緩和で自由にですねまあ動くことができると。まあコロナの第9波がやってくるんじゃないかっていう噂はあるものの、まあ人が結構ね流動的になりますので、まあそういった意味だと割とその都心部にポケモンセンターってあるので、人でごった返す可能性もあるのかなと思いました。まあ東京であればね渋谷であったりとかメガ東京だったりとかいろんなところにあるので、まあ結構分散しておりますから、都心部ではあるものの、まあ比較的入手はしやすいかもしれません。ただこちらのねピカチュウのシリアルコードに関しては一応数が決まっていたはずで、なくなり次第順次終了となっておりますので、で特にゴールデンウィークはね本当に人がね溢れ返っていて、かつ積極的に行く方も多いと思うんで、もしどうしても欲しいわっていう方は早めに行った方がいいかもしれません。まあそういった形になっております。いやーけどポケモンこれからどうなるんでしょうね。では今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますがチャンネル登録そして高評価、さらに気になる動画は再生リストからご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイじゃの。